どうもこんにちは。ネットの投票で1965年生まれの来年還暦芸能人人気ランキング決定。第1回プロ野球ドラフト会議開催や浅永真一郎のノーベル物理学賞受賞、エレキギターブーム到来やアイビールックの流行など、スポーツ界からエンタメ界までエネルギッシュに動いた1965年。そんな昭和40年に生まれた人たちは50代半ばになり、人生の第2ステージに向けて新たな挑戦を始める人もいます。俳優、女優やタレントから歌手にお笑い芸人、スポーツ選手まで有名人が多数いる中、人気ナンバー1に輝くのは誰でしょうか。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。20位、錦織一世。東京都出身。1977年、小学6年生の時にジャニーズ事務所に入所、男性アイドルグループ少年隊のリーダーを務めました。1987年放送のドラマ風呂上がりの夜空にで連続ドラマ初主演を飾り、その後も映画獅子王たちの最高や舞台ガイズ・ドールズなど数々の作品に出演しています。2020年12月31日にジャニーズ事務所を退所してからはインディーズレーベルを立ち上げ、音楽活動も本格化させました。19位、杉本哲太。神奈川県出身。1983年に映画白蛇賞でスクリーンデビューし、日本アカデミー賞新人賞を受賞。 NHK 大河ドラマ龍馬伝や NHK 連続テレビ小説あまちゃんなど数多くのテレビドラマに出演。夫人の神津葉月さんとはドラマで共演した岩崎良美さんを杉本さんが食事に誘った際、二人で会うことを躊躇した岩崎さんが友人の神津さんを連れて行ったのが馴れ初めだそうです。現在も俳優として精力的に活動されていますね。18位、さくらももこ。静岡県出身。漫画家、エッセイスト、作詞家、ラジオパーソナリティなど様々な才能を発揮した作家です。代表作にはちびまる子ちゃん、こじこじ、神の力っ子新聞などがあり、日本中で親しまれています。エッセイストとしても独特の視点と語り口で人気が高く、初期エッセイ集3部作桃の缶詰、猿の腰掛け、タイのお頭はいずれもミリオンセラーを記録。2018年に乳がんのため亡くなっており、2018年8月27日にフジテレビで放送されたアニメちびまる子ちゃんではエンディング直後に、さくらももこ先生のご冥福をお祈りしますと追悼メッセージがナレーション込みで放送されました。17位、石丸幹二。愛媛県出身。劇団四季、オペラ座の怪人、ラウル・シャニュイ子爵役でデビュー。看板俳優として数々の作品に主演しました。07年12月、退団。1年の充電期間を経て俳優活動を再開。初のソロアルバム発売、ソロコンサート開催と音楽活動も本格的にスタート。 TBS 半沢直樹での浅野支店長役で、その確かな演技力を広く世間に浸透させ、舞台、音楽、テレビ、映画と活躍の場をさらに広げています。16位、尾崎豊。東京都出身。1983年、シングル「15の夜」とアルバム「17歳の地図」で高校在学中にデビュー。ライブでの派手なパフォーマンスや夢や愛、生きる意味をストレートに曲にし、同世代の若者たちからカリスマ的圧倒的支持を得ました。1992年4月25日の早朝、足立区千住河原町の民家の庭に傷だらけで倒れていたところを住人の小峰さんが発見。病院に運び込まれ、一時は自宅マンションに戻るのですが、午後になって呼吸が止まっているを妻の茂美さんが気づいたのです。その後、救急車で日本医科大学附属病院に搬送。しかしその日のうちに亡くなってしまいました。そしてメディアにて連日報道がされました。死後30年を過ぎてもなお幅広く支持され、楽曲は多くのアーティストにカバーされています。15位、吉川晃司。広島県出身。高校水球の選手で、世界ジュニア水球選手権大会の日本代表に選ばれ、最年少としてイタリア、
エジプト遠征にも参加。ですが水球を断念し、プロとして音楽の道へ。シングル「モニカ」でデビュー。映画「スカンピンウォック」の主題歌となったこの曲はヒットし、その年の日本歌謡大賞最優秀新人賞ほか8つの新人賞を独占しました。1989年には布袋寅泰とコンプレックス結成。1991年に解散しソロ活動に入ります。また俳優としても主演映画「You Got the Chance」でブルーリボン賞、毎日映画コンクール日本アカデミー賞、第22回ゴールデンアロ賞などの各新人賞を受賞。以降数多くの映画テレビドラマに出演し活躍しています。現在は自身が設立した株式会社アクセルミュージックエンターテイメントの代表取締役社長を務めています。14位前田信輝。静岡県出身。ロックバンドチューブのボーカル、作詞家、作曲家、プロデューサーとして活躍するミュージシャンです。高校時代に音楽事務所ビーイングでアルバイトをし高校中退。高校の同級生角野秀幸さん、松本零士さんと音楽祭で知り合った春畑道也さんの4人でバンドを組み、85年にデビュー。1986年のシーズン・イン・ザ・サンで週間オリコンチャート3位を記録して以来、2010年代までアルバム連続トップ10入りを30年近く連続で記録。2000年にハワイでデビュー15周年を記念し、アジア人として初のアロハスタジアムでライブを行いました。最近では GACKT さんとコラボ楽曲を発表し話題になりました。13位奥田民生。広島県出身。1987年にロックバンドユニコーンでメジャーデビューし、大迷惑、働く男、素晴らしい日々などのヒット曲をリリース。1994年にシングル愛のためにでソロ活動を本格的に開始し、イージューライダー、さすらいなどのヒット曲をリリース。井上陽水とコラボレーションしたり、パフィーや木村カエラのプロデュースを手掛けたりと幅広く活躍。2015年にレーベルラーメンカレーミュージックレコード RCMR を立ち上げ、2024年10月にソロ活動30周年を迎えます。12位古田新太。兵庫県出身。1984年大学の先輩に誘われ劇団新幹線公演宇宙防衛軍秀丸に出演。以来次々と劇団新幹線の公演に出演し、いつの間にか劇団員、しかも看板役者となり、観客動員数を増やし続けました。劇団での活動と並行して読売テレビ現代用語の基礎体力をはじめとする深夜バラエティ番組に次々に出演し、大学生を中心に人気が爆発。その後テレビ「ヤマタノオロチ2」の司会やラジオ「オールナイトニッポン」など多くのレギュラー番組や雑誌の連載を持ち、関西のみならず全国的に若者のオピニオンリーダー的存在となりました。外部の舞台への出演にも積極的で、テレビ、ラジオ、舞台と幅広く活躍。主な出演作には木更津キャッツアイシリーズ、モグラの歌、香港競争曲、パディントンなど、現在も俳優として精力的に活動しています。11位小林さとみ。東京都出身。ドラマ3年 B 組金八先生のオーディションを経て生徒役でデビュー。82年の大林信彦監督作品映画「転校生」で主演に抜け返され、日本アカデミー賞新入俳優賞を受賞し、俳優として本格的にスタートを切りました。88年から放送されたコメディードラマ「やっぱり猫が好き」でお茶の間でも人気になりました。エッセイストとして著述活動も行っており、エッセイを多数出版しています。現在も女優として活躍されています。10位中村徹。東京都出身。1985年ビーバップハイスクールでデビュー。1986年に危ない刑事でドラマ初出演し、本作はシリーズ2作、 SP ドラマ1作、映画全8作という38年間にわたり制作される大ヒット作となりました。
ビーバップハイスクールシリーズ、刑事ドラマ危ない刑事と人気となった作品に立て続けにトール役で出演したことで広い世代に顔と名前が浸透し人気を得ました。妻は女優の鷲尾伊佐子さん。1992年、自身の主演するドラマ俺たちルーキーコップで相手役を務め、その共演が交際と結婚のきっかけとなりました。現在も俳優として活躍していらっしゃいますね。9位、小泉今日子。神奈川県出身。アイドルとして松田聖子さんと中森明菜さんの2強に続いた存在であり、歌手として堤恭平さん、魔界の浩二さんの作曲作品でヒットを連発しました。1982年3月21日にシングル私の16歳でアイドル歌手としてデビュー。キャッチフレーズは美少少女、君の笑顔が好きだでした。1985年の連続テレビドラマ主演作少女に何が起こったかは毎回 20% 以上を超える高視聴率を獲得し、小泉の代表作の一つとなりました。2024年に庵野智子さん、高木寛さん、岸栗さんたちと東京ヴィンテージガールズプロジェクトを立ち上げています。8位、吉田美和。北海道出身。バンドドリームスカムトゥルードリカムのボーカルとして知られています。中村雅人さんが地元の音楽仲間である西川貴博さんを誘い、吉田美和さんを見つけてドリカムを結成しました。1989年、1ショートトンシングル「あなたに会いたくて」と1ショートトンアルバム「ドリームスカムトゥルー」同時リリースでデビュー。1990年代にその人気はアルバムセールスにおいて圧倒的な存在感を見せた。吉田美和さんは映像ディレクターの末田武さんと事実上の夫婦関係にありましたが、末田さんは肺細胞腫瘍のため33歳で亡くなりました。現在も歌手として力強く歌っていらっしゃいます。7位、上川隆也。東京都出身。中央大学経済学部在学中の1989年に演劇集団キャラメルボックスに入団。1995年、 NHK 70周年記念日中共同制作ドラマ大地の子で主役の陸一新役に抜擢されます。青の時代でザ・テレビジョン最優秀助演男優賞を受賞。日刊スポーツドラマグランプリでは第2回から4年連続で助演男優賞を受賞。アニメ天元突破グレンラガンやナルト疾風伝、かぐや姫の物語などにも声優として出演しています。6位、南原清隆。香川県出身。85年、内村光良とのお笑いコンビうっちゃんなんちゃんを結成し、現在のマセキ芸能社に所属。バラエティ番組への出演のほか、スポーツキャスター俳優記者としても活躍。92年、映画「七人のオタク」にて日本アカデミー賞新人俳優賞受賞。現在は「ヒルナンデス」でレギュラーとしてお昼の顔となっていますね。5位、沢口靖子。大阪府出身。1984年、刑事物語「潮騒の死」でデビュー。1985年 NHK 連続テレビ小説「身を尽くし」で全国的に人気を博し、以降ドラマ映画舞台に多数活躍。科捜研の女、鉄道捜査官、警視庁機動捜査隊216などに出演。2015年、第23回橋田賞を受賞。同年、京都府警察のイメージアップに大きく貢献したとして同本部より感謝状を贈呈されました。4位、本木雅弘。埼玉県出身。映画テレビ CM で幅広く活躍。俳優として本格的に活動し、映画「四股踏んじゃった」では日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。以後は数々の作品で活躍。2008年には自らが発案し、滝田洋次郎監督による「送り人」が公開。「送り人」は日本映画史上初となる米アカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。2009年より放送の NHK スーパー大河「坂の上の雲」で主演を務めました。3位、
香川照之、東京都出身。1989年 NHK 大河ドラマ春日局での小早川秀明役で俳優デビュー。主な出演作は NHK 大河ドラマ利家と松、龍馬伝、 TBS 半沢直樹、映画北の霊年、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞や東京国際映画祭優秀男優賞を受賞するなど、映画やドラマで活躍しています。2021年 TBS 系情報番組ザタイムに10月1日の初日から安住紳一郎アナウンサーと香川さんが司会を務めましたが、香川は不祥事により2022年9月1日に降板が発表されました。2024年4月24日までに自身の SNS で一気に老け込んで激変した近影が公開されて話題となりました。2位、ひろみ、東京都出身。1986年1月21日にミスターチン、デビッド伊藤等と共に B21 スペシャルを結成。デビュー当時、ルックスの良さに加え、機関銃のようにギャグが飛び出すスピード感、嫌味なくらいの若さを武器に人気を集めました。その後、個人としてレギュラー番組での MC をはじめ、単発番組にも多数出演。特にスポーツ全般を得意とし、スーパー耐久レースにも参戦するなど、精神力、集中力を高めるためいろいろな分野にチャレンジしています。2021年より、後期ホールディングスジャパン株式会社の CCO を務めています。1位、中森明菜、東京都出身。1981年7月11日、15歳で出演した、日本テレビ系のオーディション番組、スター誕生の合格をきっかけに、ワーナーパイオニアとのレコード契約を締結し、1982年にシングル「スローモーション」でデビュー。その後は続々とヒット作を世に送り出し、「ミアモーレ」と「デザイア情熱」で日本レコード大賞を2年連続で受賞しました。2010年10月、体調不良により芸能活動の無期限休止を発表。2018年以降、再び芸能活動をほとんどセーブしているものの、アルバム作品の発売など音楽活動は意欲的に取り組んでいます。いかがだったでしょうか。1位は中森明菜さんでした。あなたの昭和40年生まれで好きな芸能人、著名人をぜひコメント欄で教えてください。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。